これ奈良公園でございます。さあどうですかね。はい、こんなんです。この辺やったらね、夏来た時はものすごかったんやけどね、ガラガラでございます。それでもね、外人の方多いですよ。日本人はほとんどいないね、今のところね。店の人も外人の方ですね。これこれ、ほら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 、ね、すごいよ、もう免税店ね、これ。こっちも免税店。ほんまにね、人がいませんね。去年3回、4回来たんだけどね、こんな少ないの初めてやわ。すごかったんでね。おお、この手が大きいね。おテープコンだね。テープコンだと中ね、くじを突っ込んできますね。おいおい、これどうすんの。怒られんやないか、自分でな、この邪魔なとこでな。ここも、はい、ここもお店でございます。ビオトープはね、もう夏はこの辺すごかったんだけどね、大変なことになってますわ。これもう刀まで打ってある。ああ、ちょっとその辺は人通りが出てきましたね。おお、車走ってんかい。そういうことだけど、ほらここにもほらいっぱい店の前にたむろしてますけどね。え、入っていってる中に、ほらここにもおりますよ。あかんね、ほらほらポケットに手つくんだったらあかんね、出しとこうか。こんなんね、ほら、ちょっと雨が上がったんやけど、今ちょっと下濡れてんやけど。おお、箱まで降りますか。あの、人よりもね、鹿が多いような感じです、これ。これ、見てくださいよ、これ。鹿ばっかりですよ。いやー、こんな光景は、まあ、長いこと来てるけど初めてやね。鹿の方が多いんだもん。人よりも、ほら。あ、ごめんごめん。おお、おいおい、ポケットね。ポケットの中に口突っ込んど、ほらほら。ね、ほらほら、鹿の方が多いですよ、これ。人よりも。はい、こんな状況です。やっぱりいるのは、観光客の方は外人の方が圧倒的多いね。少ない中でも。鳩と鹿と、ほんまですよ、これ。見てください、これ。こんな少ないの初めてやね、人が。ほらほらほら、こんなんで。おお、髪かけてんか。な、髪も、ほら。はいはい、はい、ありがとうございます。いや、走り回ってますよ。ほらほら。ああ、鹿の方が多いんだもん、これ。ほら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 、追っかけ回しとるがね、ほらほらほら、はいはい、ああああ、はい、今現状がこんな感じでございますね。はいはいはい、何もないよ。はいはい、こんなんですよね。人よりも鹿の方がいい。こんな人形でございます。いやいやいや、ちょっとなんかこう行かせてもらおう、この人形ね。はい、ここから見てみましょう。ほれ、こんなんですよ。全然歩いてないの、人がね。こんな今までどうやらどれぐらい来たかな、何十回か、2、3時間来たけど初めてやから、こんな少ないの。
はい、鹿の方が多いんですけどね。はいはい、はい、鹿がね、いっぱいで、はい、だいぶ出るのが、あそこね、あそこだいぶ出るのが、だいぶ出るね、まずちょっと行ってみるか。これ怖いな、ここの辺な、はい、はい、こんなんです。いや、古代人ミュージアムだな、ここね。ほらほらほら、もう鹿だらけですよ。これメリケンの奈良、ここでしょ。ここにいらっしゃったのよね。よかった。